セロチップ。皆さんこんにちは、ガクトのチャンネルのガクトでございます。そして今回のゲストはこの方です。どうぞ。どうも、中澤雅人です。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。本当久しぶりだな。久しぶりですよね。結構ね、あの時も楽しかった。1年ぶりぐらいですかね。なんかでも雅人さんとはしょっちゅう会ってるから。そうだね、久しぶりな感じはしないですよ。あれからなんかより仕事とかイベントごととかね、はい、やるようにもなったからね。というわけで、今回やる企画はこちら、2人でつなぐをイラストチェイナー。いやー、はい。まあ、前回もね、雅人さんと絵に関する企画をやった気がするんですけども、うん、今回も絵に関する企画でございまして、アプリがあるんですよ、イラストチェイナーっていうね。でそれを使ってやるんですけども、絵しりとりとかって自分たちでスケッチブックに書いてやったりとかってしてるんですけど、うん、それを、あ、なるほどね、うん、そうです、アプリ上でできるってやつなんです。絵を描いた後にそれがなんていう絵なのかっていうのを自分で文字で打って、それは相手が見えないようにして、で次の人に回して、でその人がその絵を何かっていうのを自分で判断して、それにつなげる言葉を考えてまた絵を描いていくっていう、それをつなげてラストの文字につなげるっていう、 100% 目指したいですね、これは。そうだよね、うん、まあ、これだけね、一緒にいろんなこう長い時間ダンスの練習とか ねやってきましたから。あんなに息合わせてやったんだからね。完璧ですよ。 100% いかないとね。そうですよ。なんで笑うんだよ。大丈夫ですよ。というわけで、じゃあやっていきたいと思います。よっしゃ。じゃあ自信のある私からやっていきますね。やりましょう。はい、まず間から始まるやつですから、それの絵を描いていきますよ、うん。何しようかな。あ、わかりました。何、ま、あーん、うん、あ、まだなんとなく分かったぞ、うん、はい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 、まあ、なんかなんとなく分かったよ、うん、分かりました。なんとなく分かった。あとは文字数が一致するかだな、うん、はい、よし、これですね。でこれ、あの、何を書いたかの文字の打ち込みは見ないようにするという、はい、よし、はいはいはい、 OK です。書きました。はい。え分からないですかこれ。お、まあ、お、2パターンのうちの後者だったから、そうそうそう、いけるかな。はい、お、線が、お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 、これ、お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 、やっぱうまいですね、雅人さん、本当に。これ比較してみるとわかる、このうまさ。なるほどね。はいはいはい。え、これやっぱ文字数によりますよね、これは。そうだね。はい、じゃあ見ないようにしますね、ここから。ああ6文字ですね。6文字。ああ、トリッキーな文字数ですね。あ、はい、はい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 、めっちゃ分かりやすいわ。分かりやすいですか。分かる分かる。あとは実際に頭の中で何を文字にしてるかだよね。待って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 文字多いな。いや、これはもう分かりますよ。これはね、着眼点を変えた方がいいかもしれない。着眼点を進めるしかない、はい、あ、じゃあお願いします。でもこれちょっと余計な情報足しちゃったかも、僕。なんだ？あ、出た。これはね、僕ね、何回かお絵かき対決みたいなのやったことあるんだけれども、はいはいはい、情報を書きすぎて、あ、結果混乱させるっていうのが。これでも2文字だったらあれしか考えられないですけど、うん、どうなんだろうな。じゃあ、わかりました。うん、なになに。これです。
これです。はい、あ、どうぞ。なんか切ってる。まだまだ全然わかんないぞ。伝わってない僕に。困った。あ、わかった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 。じゃあすげえわかりやすいでしょ。はい。これは、あ、なるほどね、わかりました。はい。待って。はいはいはい。いや完璧ですよ、ここまでの流れは。本当にこれ見たまんまな。見たまんまです。見たまんま、見たまんま。いや俺もう受け取った情報通りで。はい。待って。はい。オッケー。分かった。分かった。はい。どうだ。ああ。どうだ。完璧だ。終わりの文字が決まってるからマジで勘弁してね。はい。これ完璧ですね。はい。待って。完璧かもしれないけど、はい、ん？待って。はい、じゃあ。それがないよね。じゃあお願いします。はい。最後、ラスト。オッケー。もうこれが一番大事。はい。これはね、もうすぐできます。具志堅用高ですかね。そこまでいったらもう、そうですね。ね、正解だよ。ああ、酔ってますね。どうだ。お、はい、というわけで結果出ました。はい、54%。半分だ。半分だね。じゃあ答え合わせしていきましょう。うん、最初マから始まるとき、まあ、これはまあ順当にね。順当。魔法使いですよ。次これはもうインドの人。これはあのテストプレイの時にね。これ何個見たことあるなと思った。僕が書いたやつの正友さんがねちゃんと書いてくれたんですけど。これはもう分かりました。分かんない。これなんでどこにいるの神様。いやこれは大丈夫です。これはもう僕はこのトイレといえばやっぱトイレの神様なんで。そうかい。はい、やっぱそこをやっぱ読み取ってほしかったですね。なるほどね。ちょっとすまないな、はい、で僕はトイレットペーパーだと思って。はまってか。あ、トイレツとペーパー。でも、あ、一時足りないですね。うん。いい、うん、強引にね。なるほど。でだからハマって書いたんだけど、これは僕のねちょっとね、はい、打足だった。矢印が邪魔だった。なるほど、うん、じゃあ海だと思ったんですよ。そうで、ここでこれ分かりました。何だと思いました。僕はもうそもそも何を切ってんのか分かんないし、はいはい、何が散ってんのか分かんなかったから。結果みじん切りでしたね。でこれなんで俺ウサギですよね。これは僕は違うんですよ。包丁って思ったから。あ、なるほど、うさぎですね。うさぎで、その後だよ。なんだと思った。これ耳毛かなと思ったんですよ。待って。ちょっと待って。あのみじん切りで、うん、あのりで終わってるはずなのに、なぜかみで始まったと思っちゃってて、なんでみだ。それで俺はみ耳毛ってなぜか思っちゃって、なんでだよ。おかしかったですね、僕は。なんでだよ。これですよ、うん、これ分かりました。毛虫かって思ったのもまず全然文字が合わなくて、はい、あのボウフラ。あー、ボウフラね。4文字の虫という特徴の虫ってもうこれしかなかったから、はい、でこれはラーメンですよね。合ってますよね。合ってますね。カレーライス。何次なんどうしたの。腰掛けましたよね、これ。いや、これはね、あのやっぱこれはまだインドの人かなと思ってました。ちゃっ丁寧にここにまた書いてくれたから。打足どう。もう、なるほどね。カレーを食うインドの人かなと思って。インドの人ですかね、やっぱ。あ、でまた打足のせいか。なるほどね。で、トンボですね、うん、で、これはボクサー。これはもう受け取ったよ、もうそこは。さすがにこれじゃ終われない。そうですね、まだちょっとチームワークがちょっと
まだ54ってあのすごいどっちにも評価しづらい。そうですね、今ウォーミングアップですよ。だからそうそうそう言ってやれば、うん、考える時間がありすぎちゃうから。確かにね、それは良くないですね正直。確かに、うん、30秒はいはいはい、わかりました、わかりました。あ、次はね、背から始まって手で終わりますよ。次はまさともさんから言ってもらいましょうか。はい、じゃこれはいけるよ。終了。いや、わかんないよ。では行きます。はい、1文字？よい、はい、はい、え、あー、これも完璧だわ。はい、え、4、3、2、1、終了。え、なにこれ。今の俺の心境だよ。あー、なるほど。はいはい、あー、はいはいはい、はい、はいはいはい、3、2、1、終了。おー、なるほど。え、どうかな。え、いや、わかるよこれは。終了。はい、わかりました。おー、なんだろう、なんかワンかわかる気がするんだけど。はい、はい、ちょっと待って待って待って、どうぞ。え、何、え、また分かんないものが。ん、終了です。はい、あー、終了。はい、え、うん、終了。はい、終了。はいはいはい、なんだろう、完璧だろこれ。完璧か。おお、意外と77。はい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 。ちょっと待って、2個目と3個目ミラクルすぎません？本当ですよこれ。おかしいでしょ。でもこれわかりますよね、このポイントはここの角刈りですよ。いやごめん、全然わかんない。角刈りが漫才してる。僕分かってないですよ。僕分かってないですよ。いいもね、もう苦し紛れでつなげたけど、はいはい、これ何？衣装です。衣装。はい。衣装。衣装です。マジか。これ桃ですよね。そう、桃。なんでもこれ何だと思ったんですか。分かんないよ。分かんないからもう。もう新しい流れを作ろうと思って。あー、なるほど、リスタートしたよ。なるほど。でもよくはキスね、分かりましたね。あー、そうそう、はい、よかった、よかったんだけど、その後が分かんなくて。いえ、炭ですよこれは。炭か、はい、なるほどね。確かにね、そう言われると確かに。何だと思いますか。え、分かんないからさ、またリスタートだよ。あー、なるほど。じゃあこれ何だと思いました。これはもう何だと思ったんだろう。なんとかボックスみたいな。違いましたね。なんとかボックスみたいなのしか頭に浮かばなかった。あ、うん、で数になったと。そう で, かあ、でもこれは数字かって分かりましたね、うん、でこれ分かりました、僕のこれ。いや、分かんない。あ、亀の手ですよ。亀先般がなんか大体見えましたね、2回やって。いやー、誰ですかね。全く思い足らないですけど。いや、もうゲストとしてね、ここに。いや、もう僕悪いよ。先輩にちょっと認めさせてしまうという心苦しさが。思ってたんかい。いや、まだまだ甘いね。ガッくんを、ガッくんを知るにはまだまだ甘い。はい、そんな感じで、我々の正答率はちょっとだけ上がりましたけど。上がったね、はい、逆に上がったのはなんでだろうね。なんでですかね。なんでかっていうと、僕がリスタートしたから。確かに、そうだそうだ。流れをちゃんと作ってくれたから、戻してくれた。絆は深まったのかな。深まったかな、深まったと思う、はい、うん、通じ合うっていうよりかは、僕たちの元の形のまんま、ね、補い合うみたいなところあると思う。お互い寄り添う感じが。本当かな。
寄り添うかな。まさともさんはよりこっち寄り添ってくれて、僕がちょっと離れていって、こういう風ちょっとずれていくみたいな。分かってるじゃないか。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。2本目の動画もですね、まさともさんとまた新しい企画やっていきますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。ほんじゃまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。君のチャンネル登録を俺は待ってる。バン。